かつて冥府を治めた王サトゥン、その息子であるデスハー、デスパー、王権たち兄弟はそれぞれが超能力をその身に秘めていた。ボス王の城で罪人たちを探すボッジと影の前に不老不死の力を持つ王権が立ちはだかる。次回、王様ランキング第17話、不死の呪い。